皆さんどうもこんにちは、つゆやまです。つゆやまのマインクラフト2023、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、今シーズン初の古代都市冒険やっていきました。前回の動画ね、まだ見てなかったよという方おりましたら、概要欄の方にね、前回の動画のリンクと再生リストもございますので、ぜひそちらの方からご覧いただければなと思います。そしてですね、チャンネル登録、高評価ボタンもまだポチッと押してないよという方おりましたら、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。さあ、そんな今回ね、何をやっていきたいかと言いますと、前回ね、久々の古代都市冒険ということと、さらにね、その場所が、初期リスの地下にね、あったということで、この村と、ネザーでね、繋いで、行き来をしやすくしていきたいと思います。ということで、本日もやっていきましょう。つゆやまのマインクラフト2023。さあ、ということで、こちらね、ネザーの拠点の方にやってまいりまして、今回ですね、もう、初期リスの座標が00っていうことは分かっているので、もうあえてこちらのネザーゲートから、ずっと00の場所を目指して、そこにね、ゲートを立てれば、もう一発で初期リスにね、いい感じに繋がるんじゃないかということで、ちょっとやってみたいなと思っております。どうしようかな。じゃあ、まずは、X 軸ですね。こっちが、0になるまで、向こう方面に、ちょっと一旦、掘ってみようかなと思います。で、高さを、だから、ここに合わすために、ここから、バーッと掘り抜いてみます。いきます。めっちゃ近そう、ほんまに。オーバーワールドとね、このネザーでは、8倍の距離の違いがあるので、やっぱめちゃくちゃ、ネザーにすれば、近いですね。オッケー。ここで今早くももう目の前ですけどね、 X 座標が0の位置にやってきました。で、今度は向こう方面に向かって0を目指して掘っていきたいと思います。マジかマジかマジか、バカ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 、やっぱあぶねえ。マジ危ないな、マグマ。OK! はい、ということで、到着しまして、この松明つけたこの場所が00の地点ということで、ここにネザーゲートを作って、オーバーワールドに出現すれば多分初期率に変えれるんじゃないかということでやっていきたいと思います。ということで、ここを掘って1、2、3、ゲートの大きさはね、同じように 3×3 で作っていきたいから、ちょっと掘らしてもうて OK。 ということで、こちらね、ゲートが完成したので着火したいと思います。いきます、せーの、おいー、ゲートが完成しました。ではね、入ってみたいと思います。いいとこ繋がってくれ。どこー？つゆやまのマインクラフト2023。なんか思いっきり洞窟に出てきたの。は？めっちゃ洞窟やん。しかも、ハンもしてるし。え？むちゃくちゃやな。おい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 。マジかよ。どこやねん、ここ。でも、座標的には、ほぼ00なんですよね。で、一応、あ？スポナー？嘘やろ？こんなところに、うわぁ！クモスポナーや。おいおいおい。マジかよ。クモスポナー発見しました。一応お宝テスト開けときますか。いきます、せーの。お、キャットか。キャット持ってんな。まあ、でも悪くないな。うん、いいお宝テストでした。ただ一旦ちょっとここは保留というか置いておいて、ここの洞窟がなんかあれやな。待って、洞窟探検しに来たんちゃうからな。あ、でもこれちょっともらっていこう、せっかくやから。これ何やったっけ。あ、それ、スポアブロッサムや。これ、レアなんでね。すごいな、洞窟と、なんか、ハンモした洞窟と、なんか、
入り混じってる感じ。これめっちゃかっこいいな、この感じ。洞窟のこの感じめっちゃかっこいい。やば。ちょうど夜やから一旦寝とくか。でも多分ね、初期リスのほんまに目の前の、目の前というか、まあ初期リスがそもそも山岳なので、高さもね、128とか130とか、そういう感じになってるから。あ、ここ松明置いた跡があるな。こっから出れそうや。どっか繋がってそう。あー、出れた出れた。あー、完璧や。ほら、あの上がちょうど初期リスなので、まあ、いい場所といえばいい場所に出ましたね、ちゃんと。逆に言えばこの洞窟から入れば、さっきのクモスポナーのところに出れるっていうこと。あと、ここじゃないわ。あ、やばい。やばいやばいやばい。あっぶね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 。あぶね。では一旦このゲートを破壊して、ちょっとポジション変えますか。うん、それが一番いいですね。オッケー、これで黒曜石ね、一旦撤去しまして、ちょっと地上に出ましょうか。で、地上で改めてゲートを作り直せばもう間違いないと思うんで。ただでもね、ここ今後どうするかっていうのまだ定まってないから、ゲート、まあどこに作ってもいっちゃいいんですけどね。うん、まあでも初期リスのこのここに一個作り直しておくか。それが一番いいよな。あ、じゃあ、ちょうどここになんか、適当な空間があるから、ここにしよっか。一旦。を掘って、で、ここに、ゲートを。こういう形でね、ゲート作って、これで着火すれば。いい感じにできるんじゃないかなということで。ちょっと入ってみましょう。これでさっきのね、ネザーの方繋がればもう完璧なんで。オーケー！完璧よ。ということで、しっかりね、オーバーワールドとネザーと、しかもネザー側ね、もう高さ調整できた状態で、ここにね、スムーズに来れるようになってるので、いい感じじゃないかなと思います。ついやまのマインクラフト2023。はい、それではね、道も繋がったということで、さらにここから拡張して、ちゃんとね、スムーズに通れるように。まあ、形としてはね、ここと同じような感じで、ずーっと初期リスに繋がる通路作りをやっていきたいと思います。それでは、掘っていきましょう。ということで、一旦ね、こういう形で、掘り抜くことができました。こういう壁の元々の穴とかも、塞ぎつつ侵入者はね、入ってこないようにしておきたいと思います。 OK、 続いてはですね、こちらハーフブロックを、ちょっと準備しまして、こちらですね、ストーンカッターでハーフブロックにしまくって、 OK、 これで床を下付きのハーフブロックにして、この上では分けないようにやっていきたいと思います。レッツゴー。オーケー、これで道完成しました。ついやまのマインクラフト2023。はい、ということで、今回ね、これ通路作りという作業動画に
になりましたけども、これでね、村と初期リスト行き来がスムーズにできるようになったということで、非常にいい作業ができたなと思っております。ということで、今回ねこの辺で終わりたいと思います。今度が良かったよとか、あ、ネザーゲートってそういう感じでつなげるとうまくつながるんですねとかね、勉強になりましたとかね、ちょっとでも思っていただけた方おりましたら、ぜひねチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。